物理アタッカーなのでカウンターかましましょうか。引っ込めた、やばい、もうカウンターバレた、これでまずいまずいまずい。さてよろしくお願いします。おーっと、なんかわかんねえポケモンもちらほらいるけど今回のねやつではね、とりあえずルカリオくんをねちょっと入れてみたんですよ。だけど向こうの先生が読めないな。向こうの先生誰だ、ギルガルドかな、クワガノンかな。よし、さあよろしくお願いします。いやマジで向こうのねポケモンがわかんなかった。今回多分向こうも結構悩んでると思う。さあ今回と僕の選抜はね、新しくパーティーに入れたというか作りました、新しく作ったポケモンですね。健康的、健康的ちゃんと作りました。あ、この子です、ルカリオ。色違い、かっこいい色違いルカリオでかましていきましょうか。さあ何してくるかな向こうは。さあオノノクスといえばまあ普通にね殴ってきそうなんだけど、竜の舞もある方が有名なので竜舞されたらだるいなと思ってる次第なんですけど、まあとりあえずね、物理アタッカーなのでカウンターかましましょうか。引っ込めた、やばい、もうカウンターバレた、これでまずいまずいまずい。さて次はクワガノン、ちょっとまずいですねこれ、完全に今のはやばいですねこれは。カウンターピンチさあカウンターも読まれたので僕は変えましょうポケモンを。さあルカリオチェンジで出すのはミトムです。水ロトム、水でタイプ、電気タイプという感じで、さあ外しましたねラッキー。さあだけど命中なんだっけ、あれだよね、空振り保険だ、そうそう空振り保険、技を外すと素早さが上がるというめんどくせえやつです。まあハイドロポンプしかないっしょここは。さあ向こうまた電磁砲当ててくるのね今度は。痛い、いや効くねーその攻撃。まあ、とりあえずハイポン行きましょう。ハイポンウェイ、さあ半分は持ってくね、えらい。さあまずいなこれ、ちょっと木の実食ってくんなかったな電磁砲外して、サザメ系、サザメメ系、やだなそれ。さあまあとりあえずねやられてしまいました。まあ大丈夫です。さあ行きましょう、カービィゴン。またね色違いですよ。やべ俺のポケモン色違いばっかじゃん、かっけえ。ロトム色違いじゃなかったわクワガノンってハサミギロチンも持ってるよ気がするんだけど、持ってなかったっけ。のしかかっておこう一回、殴る積むよりも先に電磁砲、よし。さあ空振りですね、ラッキーラッキーラッキー。さあ押しかかりましょう、おいしょ、岩井とすこい。さあぼちぼち入ってる、じゃもう一回のしかかりで落としたいなここは。さあ電磁砲当ててくるね今度は。ぐわっ、まひんのそこ、まあカビゴンくんたらもうやだやだ、もうまあやだもうまあ、よし次オノノクス出てくるかな、出てきたな、竜舞してくると思うんだよな多分。それがねちょっとめんどくさい。まあでも型破りくんですね、よし。じゃあここはね体力ちょっと減るから眠りましょう。デイマックス大ドラグーンで多分攻撃力下げてくるなこれは。弱った弱った、これはどうないしようかな。ダイマックスってカウンターできるダイマックスってカウンターできるかな、それも俺も知らねえ。まずいカウンター今作使うの初めて。あ、ダイナックル素早さを落としてきましたね。あー、じゃあ攻撃力上げてきたな、ごめんなさい間違えました、ダイアタックと間違えました。ダイナックル攻撃力が1段階積んできました。ちょっとめんどくさいですねこの子、とりあえずおやすみムーミンマンしましょう。グヤーグヤーってグヤーですやー、ゆっくり眠ってってねっていうことで起きましょう、おはようございます。よしで、じゃあ僕もダイマックスにしときましょうか。まあダイホールでいいでしょうここは。さあカビゴンくん頑張ってください。まあ向こうは多分もう一回ねダイナックルで攻撃力積んでくると思うので、どないしようかなどないしようかな、こちらとしてもダイスチルで防御力1段階上げときたい感じ。クワガノン落としたのがね、まあまあ良かったかなと思うけど。さあ、ダイウォール、防御です。向こうは、ダイナックル、やっぱ殴ってくるね。いや、これでね、どうなるかだね。次が。とりあえず、ダイスチルしましょう。
いや巨大再生のカゴのみ回収は諦めるかなーって感じです。さあダイナックルやめてくれー。いや効くなー、その火力やばいよなー。さあまた攻撃力が上がっちゃうやつだ。ダイスチルこちらも防御力上げていこう。ほら、いや効かんなー効かんなー、それやばいな。オノノックスくんどうしよっかな。巨大再生で、いや無理だよな、防御力上げるしかないわこちらとしても。さあ引っ込めてきた。おっとっと、誰だ、ギル、ギャルド。さあもう巨大再生読みですね、これは完全に。よかった、攻撃力2段階アップしてるのはめちゃくちゃめんどくさかったからダイスチルでラッキーです、これは。いやでもラッキーといえどね、きついね聖なる剣だな、こうなってくるとやってくるのは。呪い積んどこうか、これは。向こうがやってくるのが多分聖なる剣だと思うんだけど、聖なる剣どれぐらい減るかな。インファマンか。おっと、だがしかしおかしい、これは美味しいのでは、これは美味しいのでは。はい、向こう能力下がってきたね。はい、呪いです、積みましょう。筋トレタイムです、筋トレタイム。筋肉って大事、筋肉って最高。かましていこうか。向こうまたオノノクスに変えてくるか。どうでしょうね。防御力2段階アップ、防御力1段階アップです。眠りましょう、ここは。さあ向こうもう一発インファですね、インファマン。いや寝てよかった、これは寝てよかった、危ねえ。さあ向こうはどんどん能力ガンガン下がっています。危なすび、怖いね。おやすみなさい向こうが有効であるかどうか、オノノクスがね、めんどくさいのが、絶対レイドじゃなくてハサミギロチンみたいな技使ってきた場合がちょっとしんどいって感じです。さあインファマン、ひたすらインファですね、ここは。もうこうなってくるとひたすらインファで能力下げてぶん殴ってくるしかないもんな、それは。さあインファイト、ギルガルドの能力値はみるみる下がっている。イエイ、起きて、そろそろ、まだ寝てる。うわこれきついな。じゃあもう一回呪いしましょう、ここは。さあインファマン、インファイトの PP って多分切れると思うんですよね、僕そろそろね。さあカービゴン、ここで起きて、呪い積みましょう。なぶな。さあこれで能力値まだダウンです。防御力、物理アタッカーが残り2体なので、よしで眠りましょう。また徹底抗戦、当たらなかったよかったよかった、徹底抗戦、自分の体力を半分で、ね、減らしてから、殴るっていう技です。結構火力高かったはずなんですよ、危なかったな。おっと切断された、おーっとでも勝ちでしょこれ。はい、さあよろしくお願いします。ドアーガオガエンですねカメックスなどなど、ちょっと前俺が使ってたメンツが多いですね。よし、さあよろしくお願いします。今回ね、向こう炎タイプとかがちょっとめんどくさいの多そうだったので、初手ミトムにしてますね。刺さるかな、向こうヒトムだと思うんだけどな、初手違ったガオガエン。まあでも結構オーライオーライオブケオーライですね、ここは。ロトム、よし、さあ初手ミトム大成功ですね、ここは。威嚇、いや全然効きませんさあ今回なんですけど、後ろがねダイマックス必要としてないポケモン2体なんですよ、要は。なので初手ダイマックス切って、あの圧かけていきますね。さあガオガエンを引っ込めた、誰出てくるかな、これで。ニーフィア、まあまあニーフィアちゃんだったらいいでしょ別に、ね、だがしかしおかしい、こちらの火力、ね、そこまで高くないんだけどねこちらの火力高くはないんですけど、雨降らしておくことに意味があるね、いいことです。はい、いやー、特殊アタッカーはさっさと倒しておきたいからな、めんどくさいから。さあクライア大ストリーム、最高火力の打点はどれぐらい、半分ぐらい、あーこんだけいったら雨で落ちないかな、ワンチャンワンチャン落ちないかな、雨のパワーで。何それ、食べ残し、それは良くないよ。
さあ続けていきましょうか。大ストリーム守るを使ったさあダイマックスターンのからしのために守るでじわじわ減らしてくる作戦ですね。作戦まあ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 いいです、いいです。それもまたダイマックス、ダイマックス、それもまたポケモンバトル、いいこと。さて大ストリーム、瞑想した特防上げてきたな。これうわちょっとその戦法うまくないっすか。えワンチャンというか耐えるよね、特防1段階上げてきたら。それよくないよよくないよね、泣いちゃう人がいるよ、泣いちゃう人、俺みたいな。ほら泣いちゃった俺、ダイダラ泣いちゃったよ。いいの、え、これでさ回復とかされたらもう目も当てられないんだけど。縮んじゃった。いや、初手ダイマックス、アタッカーでやらなきゃいけないところ何してんだ俺は。でもそういう時もある、しゃあない、前向きに行こう。さて、あくびしてきた。いやー、なんてことすんのこの子は。ハイドロポンプブーよしよし、いい倒す、一体倒すな、十分、一体倒すな、十分、大丈夫大丈夫大丈夫、大体は大丈夫。さあ、あくびなので次絶対ボルチェンかポケモンチェンジ確定ですね。何が出てくるか。あーまあ、ガーガーガーね。ガーガーガー。ガーガーガーくんだったら全然いいんだよ。まあ、とりまボルチェンして帰りますね。鬼火打ちデータどっかで。ビルドアップした、筋トレタイム。マッチョですわ。わしマッチョだけどなんか質問あるみたいなやつね。はい、ボルチェン。じゃあな。ヘイ。絶対羽休めでしょ、次。何オボン違う、なんか変なミー食ったこいつ。特防が上がったか。さあビルドアップで防御上げて特防をなんか積んでくるっていう、ちょっぴりヤッチなやつですね。これは行きましょうか。ヒヒダルマ。さあ向こう多分ね、これはさすがにと思って変えてくる。いや雨降ってんだけど今どうしよう。雨上がったわ、タイミングね、計算通りです。はい、計算通りです。多分ガオガエン出てくると思うんですよ次。でもまあガオガエンだけどやるしかないので、男は黙ってフリアドライブ。ダイマックス、ダイマックス。いやでもさすがにダイマックスしたといえど、いやでもビルドアップ1段階進んでるか。いやでもそれだ、いえどゴリム中で、あ、史上最強無敵、俺が厳選して産んだこの子、ヒヒダルマのフレアドライブで、おー耐えました。いって反動いてーよ。ジェット君、え、いいセンスしてるね。ジェットきちいきちい。ジェットか。さあミトム出しましょう。カウンターが分かんねえから、ちょっとカウンターでやったらその後ね、ガオガエンくんが不安なので、いや、いけると思うんだけど、ガオガエンは。もう一応ここは安定取っていきましょう、ボルトチェンジ。さあ、ダイジェット、耐えると思います。僕のロトムちゃん、防御タイプなので、OK です。全然効かんねえけど。さあ、素早さ上げてきましたね、大丈夫。さあ、ボルトチェンジ、ヘイ。さあ、落とせる、OK。これは行きましたね行きましたね。さあ最後が、いやミトムがね最近ランクまでめっちゃ使ってるんだけど、こいつ強えわやっぱもう最近ね、やっぱロトム、ヒトムかミトム、火のロトムと水のロトムがねマジで強いよな。さあルカリオくん行きましょう。ガオガエン、威嚇がだるい。ガオー、まあ、ここカウンターでもいいんですけど、まあ、インファでド安定でしょう。インファでいきます。サムインファイト、おら、いや硬いね君硬いね、思った5倍ぐらい硬かった。やばこのガオガイ、何食ったそれ、何食ったそれ、待ってカウンターの方が良かったかこれ。まあ、大丈夫でしょう。ビルドアップ筋肉最高、筋肉最高、まずいっすねこれは。いやでも勝ったでしょあとインファ2回で OK でしょこれ。さあ僕が行きましょう、インファイツ、おら、いや硬いなマジで。インファ 2回ではないか。何していく。さあ鬼火、おっとそれはね
あかんで。それはね、あかんで、ルカリオくん。ルカリオくん。くわ、これ、インファイトして、最後、水ロトムくんで、なんとかしてもらうしかないじゃん。もう一回つまねえかな、なんか間違って。ドレインパンチは、それね、おっとおっとなんだそれは。なんだその、ガオガエン。なんだお前はガオガエン。待ってくれ。ミトムくん。君は、ハイドロポンプを当てることができるのか。すべては、そこに決まってる。行きましょう、ハイドロポンプ。当たれ当たるということで、うわー、勝ち、勝ったよな、勝ったよ、勝った、もう怖い怖い怖い。ガオガイ、お前、耐久力ありすぎねえ。カウンター1回で落ちてたら負けてたな、危なかった。というわけで、大処理。あり。さあ、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。ルカリオかっこいいな、やっぱ。まあ、今回はね、まあ、ルカリオとか、やっぱ、ヒヒダルマとか、ミトムがやっぱ大活躍してくれたんですよね。ありがとう。まあ、大体ね、毎回、ポケモン1匹はね、なんか、いろいろ交換してね、いろいろ試してみたりとか、やってみたいと思います。何使おうかな、ほんと。色違いめっちゃかっこいいよな。まあ、ポケモンちょこちょこね、育成してるのでね、まだ見せてないポケモンとかもどんどん出していきますので、ぜひとも見てください。それでは終わります。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。おつぽよ。